ブラックベリー、ブラックベリー、ブラックベリーは、カナダのブラックベリー社、旧社名は、リサーチインモーション社が販売している、スマートフォン。1996年に発売された、携帯情報端末を起源とし、2002年より、音声通話やウェブサイトの閲覧に対応する。2007年に、iPhone が発売される前から存在しており、スマートフォンの元祖とも言うべき存在である。 当初は法人向けのビジネスソリューションとして販売されたタシリーズでネットワークサービスと連携することでモバイル環境でもオフィスなどと同等のメールやブラウザを利用できる環境を見できることがコンセプトに置かれた iPhone が発売される以前は一般層にスマートフォンが全く普及しておらず利用するのはビジネスマンくらいだったこととまた ブラックベリー端末はセキュリティが高かったことから、欧米のビジネスマンを中心に広く使われ、日本でも約4000社が導入をしていた。ブラックベリー端末を利用したインターネットサービスは、法人向けサービスのブラックベリーエンタープライズサービスと、個人、中小企業向けサービスのブラックベリーインターネットサービスの2種類があった。期となる2010年代1四半期には、 ブラックベリー端末はスマートフォンのシェアでノキアに次ぐ世界2位ベンダー別のシェアでもリサーチインモーション社はノキアサムスに LG に次ぐくらいだった。しかしそれ以降は iPhone と Android の急激なシェア拡大に押されてブラックベリー端末のシェアは低下。ユーザー数のピークとなる2013年9月には8、500万人が利用していたが この頃はすでにブラックベリー端末のシェアは1.0%であった。発売当初よりブラックベリー端末の OS としてブラックベリー OS を使用していたが2013年度をもってブラックベリー OS の開発を終了し以降のブラックベリー端末の OS は Android となった。2016年9月にはハードウェアの開発、製造からも撤退し 以降のブラックベリー端末は他社開発の製品をブラックベリーの名義でオディム販売する形となっている。ブラックベリー社は2014年より2015年にかけてセキュリティ企業の M&A を重ねハードウェア開発、製造から撤退して以降は企業向けのセキュリティソリューションが主な事業となっている。ブラックベリー端末もオディムで販売され続けているが ブラックベリーが絶大な人気がある、インドネシア以外の市場では苦戦しており、2017年時点でハードウェア事業は赤字となっている。1996年にインタアクティブの名称で発売されたものがシリーズで最初の製品である。発売当初は電子メールの使えるキーボード付き、双方向ポケットベルトでも言うべきものであった。 1999年には端末 RIM850 ワイヤレスハンドホールドとともにブラックベリーワイヤレスソリューションエンタープライズサーバーソフトウェアフォーマイクロソフトエクスチェンジを発表。初めてブラックベリーの名称が公に現れる。2002年には PDA に小型のキーボードを備え付けた携帯となり端末として初めてブラックベリーの名称で発売される。 通常の PDA に含まれる、住所録や PIM、スケジュール管理といった機能に、得て、音声通話機能やインターネット上のウェブサイトの、閲覧、プッシュ型電子メールや、インスタントメッセンジャーにも対応。他機能ではあるが、他の携帯電話と違い、端末自体で複雑な設定、接続設定やメール設定、プロキシ設定、トンネルリング設定などをしなくても、 社内ネットワークへのセキュアなアクセスやメールの送受信、ウェブの閲覧、メッセンジャーを使った文字メッセージのやり取り、PIM の動機などができる。こうした多機能ながら手軽さが受けたことと、プッシュ型のメールが外出先や自宅での電子メ確認等を容易にしたことなどにより、2004年ユーザー数が200万人を突破するなど、アメリカで急速に普及した。2007年には、 iPhone シリーズが発売され、この頃よりスマートフォン同士の競争が激化する。ブラックベリー端末は他のスマートフォンと違ってクワーティ配列キーボードを搭載した機種が中心である。2008年にブラックベリー史上初の折りたたみタイプの機種であるパールフリップ8220を発表。2010年にはクワーティ配列のキーボードとタッチスクリーンが両方搭載された。 ブラックベリーとロッチを発表するなど様々なタイプの端末を開発して対抗した。2009年に第44代アメリカ合衆国大統領に就任するバラク・オーバマは2008年の選挙戦の頃からブラックベリー端末を愛用していた姿で知られた。2010年代にはビジネスだけでなくコミュニケーションにも力点を置き Twitter や Facebook、マイスプリース、 ミクシーといった SNS や Google クラウドとの連携なども高めていた。2013年9月がブラックベリー端末のユーザー数のピークであり、当時世界で8、500万人のブラックベリーユーザーがいた。しかし iPhone や Android などのシェア拡大に押され、2013年第3四半期の世界シェアは1.0%であった。ただし、 同時期のインドネシアでは絶大な人気があり、出荷ベースでの同時期のシェアは、サムスン、スマーティフレンに続く3位、利用者ベースでは、インドネシア最大の通信業者テルコンゼルにおける、スマホ利用者のうち66%にあたる890万人が、ブラックベリー利用者だった。2013年1月発売のブラックベリー10が、ブラックベリー OS を採用した最後の機種で、 2013年度をもってブラックベリー OS の開発を終了。2015年発売のブラックベリープリブから Android を OS とする端末に移し、日本でも U モバイルから販売開始した。2016年9月をもってブラックベリー端末の開発、製造から撤退。以降は打者が開発した製品のオーディムをブラックベリーの名義で販売する形式となっている。 日本を含む世界市場向けの端末は中国の TCL 集団が製造。また、ブラックベリー端末が世界で唯一売れているインドネシア市場向けには、同国の端末メーカー BB、ミラプッシュ社と提携し、2017年にブラックベリーオーロラを発売している。以下には8000番台以降のブラックベリー端末の型番の一覧を示す。本来、 ブラックベーリーは蒸気のような数字による型番で特徴を分けていたが、近年はそのコンセプトボールド、ストーム、カーブ、パールなどの呼び名によって特徴を分けている。以下の表は2008年以降に発売された主要モデルの比較表である。また、近年のモデルは Wi-Fi と GPS はほぼ標準で搭載されている。 ブラックベリーの企業向けソリューションであり、企業の設置するグループウェアである IBM のローチュス、ノーツやマイクロソフトエクスチェンジサーバー、ノーベルグラップワイズのメールの送受信、PIM、アドレス帳、スケジューラー、とど、ドキュメント等との同期を図ることができる。メールにおいては、ほぼ、リアルタイムで、プッシュ受信することができる。また、 ブラックベリーエンタープライズサーバーの管理者によって、ブラックベリー端末を制御することができる、音声や SMS、メッセージ発着信の禁止、遠隔ロック、遠隔削除、アプリケーションの利用及びインストール禁止など、現時点での日本語対応バージョンは、V4.1、4J と V4.1、6V4.1、7、V5.0、2となる。 なお2010年8月からは一部機能を絞ってはいるが、ライセンスフリーで日本語でも利用が可能なブラックベリーエンタープライズサーバーエクスプレスバージョン5.02の提供が開始されている。主に個人や中小企業を対象としたサービス。ベストは違い、通常のポップメールや imap メール、g メールやフォトメール、ヤフーメール、ライビダーメールなどのウェブメールが簡易に、 ブラックベリー端末で受信ができる。2010年12月には SP モードに対応し docomo.ne.jp のメールアドレスも利用可能となる。e メールは i モードメールのようにメールサーバにメールが着信するとプッシュでブラックベリー端末に着信する。ブラックベリー端末が各メールサーバーへアクセスしているのではなくバイズと言われる BIS 用のサーバーが設定したメールサーバーを巡回し、新着のメッセージがあると各端末にメールを配信する。ブラックベリーインターネットサービスを利用すると、通常のポップメールやウェーバーメールの他に、ブラックベリー用のメールアカウント、xxx.blacberry.com、ah、k が付与されるため、パソコンを持っていない人でも利用することも可能となる。 その他の機能として、メッセンジャー機能や、ウェブブラウジングなどができ、さらに様々なアプリを利用することができる。特に、Google との連携が強く、Gmail や Google トーク、Google カレンダー、Google Maps などとのリモート連携が図れる。メールの設定と署名の設定は、Blackberry 端末上で設定することが可能であるが、ユーザー名を作っておくことにより、 パソコンからブラックベリー設定サイトにアクセスし、メール設定と署名の編集の他に、フィルタの設定を行うことができる。一つのブラックベリー端末で、ブラックベリーエンタープライズサービスとブラックベリーインターネットサービスができるサービス。2008年9月より、日本では NTT ドコモより、サービスが開始となった。ベすよのメールは統合メールアイコンで実施し、 BIS 用のメールはアカウントごとにメールのアイコンができる。統合メールでも BIS メール統合され送受信ができる。ブラウザはブラックベリーブラウザとインターネットブラウザとアイコンが2個でき、ブラックベリーブラウザは BES にアクセスし、インターネットブラウザは BIS にアクセスする。ただし BES の IT ポリシーで BIS を使わせないといった 設定をしている端末がブラックベリーデュアルサービスを利用しても BIS は利用することはできない。NTT ドコモのブラックベリーボールド用の公衆無線 LAN オプションで月額利用料315円。NTT ドコモが提供している公衆無線 LAN サービスであるドコモ Wi-Fi のエリアで無線 LAN が利用できる。2011年10月以降は無料で利用可能となる。 i モード用のメールアドレスをスマートフォンで利用するための ISP サービスである SP モードが2010年9月1日より開始された。当初の対応 OS は Android と Windows モバイル6.5のみであったが2010年12月1日より Blackberry でも利用が可能となった。ただし Blackberry での SP モードはメールサービスと Web フィルターのみで アプリケーションのコンテンツ決済には対応しておらず、SP モードを利用した場合でも通常のブラックベリー、用のメールと同様、絵文字の送信は可能であるが、デコメ絵文字の送信はできない受信は、ブラックベリーで SP モードを使う場合でもブラックベリー、インターネットサービスか、ブラックベリーデュアルサービスの契約が必要となる。ただし、SP モードの対応した2010年12月1日より、 ブラックベリーインターネットサービスやブラックベリー、デュアルサービスは大幅に値下げされたことと、ISP セット割がブラックベリーインターネットサービスに適用されたため、実質料金がそれ以前に比べ高くなるといったこと、はい。通信自体はブラックベリー用のアプンへ接続し、メールサーバーのみ SP モードを利用する形態となる。そのため従来のブラックベリーの ISP メールと同様に他、OS とは違い、Wi-Fi でもメールの送受信が可能である。また、以前は、ISP メールと同様に、数分の受信タイムラグが存在したが、2011年9月中旬に、NTT ドコモ側のシステムアップデートにより、タイムラグが解消され、iMode メールなどと同様、ほぼ、リアルタイムでの受信ができるようになっている。ブラックベリーで、 sp モードを利用するためには、ドコモサービスポートルと言われるアプリケーションを、ドコモアプリケーションサイトからダウンロードし、そこで、ブラックベリー、メール設定用の ID とパスワードを発行することにより、利用することが可能となる。またこのドコモサービスポートルは sp モードの設定の、他に、マイドコモ ID の再発行や確認、変更なども可能となる。 対応機種は、ブラックベリーボールド9700以降の機種が対象となるため、それ以前の機種で、iMode メールを利用するためには、imode.net モバイルモードを利用することにより、なんとかウェブメールで利用は可能である。しかしこれは、プッシュメールで受信しなかったり、ログインまでに時間がかかるといった不便さがある。しかし2011年4月26日より、ブラックベリーボールドが、 OS 5.0へのバージョンアップが NTT ドコモより提供され、ブラックベリーボールドでも SP モードアプリが利用可能となった。2011年9月19日から SP モードメールの遅延問題は解消している SP モードアドレスの再設定が必要。グッドテクノロジーの買収後、グループウェアのメール送受信。 フィムとの同期部分は、同社製品のグッドコントロールとグッドプロ騎士からなる通信基盤であるグッドダイナミクスに移行、さらにブラックベリーダイナミクスと解消。モバイルデバイスマネージメント機能のみをブラックベリーエンタープライズサービスに残し、両社を統合してブラックベリーユニファイドエンドポイントマネージメントと解消し、ブラックベリーエンタープライズサービスはバージョン12の ベス12からクラウド版のみとなり、社内ネットワークに導入するオンプレミス製品は、ブラックベリーユニファイドエンドポイントアンジェメントと役割分担されている。後者のバージョン番号は12.6から開始されている。従来オンプレミスのブラックベリーエンタープライズサービスとブラックベリー端末の通信を仲介していたネットワークオペレーションセンターは、 旧グッドテクノロジー社の設備と統合され、社内ネットワークにあるブラックベリーユニファイド、エンドポイントマネージメントサーバは、ファイアウォールの外向きの通信のみで、ネットワークオペレーションセンターを経由し、携帯端末と通信することができる。端末側のアプリケーションは、旧グッドテクノロジー社のグッドワークをブラックベリーワークと解消し、 セキュリティを確保したメール送受信や PIM 機能に対応している。セキュリティ機能が強化された独自のウェブブラウザは、やはり旧 Good テクノロジー社の Good アクセスを採用している。2013年8月現在、日本国内で販売されている機種は、ブラックベリー9900である。ブラックベリーの SIM フリー端末も日本国内で利用可能である。 2016年12月現在、株式会社 FOX が日本国内向けに技術基準適合認定を取得した Android Us のシムフリー端末販売している。日本で初めて販売された機種メーカーブランドとして販売されている。ドコモブランドで初めて販売されたブラックベリー端末となる。2011年4月には OS 5.0へのバージョンアップが ドコモより提供された。ブラックベリーボールドの後継機種で、日本では NTT ドコモより2010年7月30日からドコモスマートフォンシリーズとして発売が開始されている。ブラックベリースが4.6から5.0にバージョンアップし、i モードエモジやコシック体のフォントが利用できるようになった。2010年12月1日より SP モードのメールが対応し、 docomo.ne.jp ドメインが利用できる。本端末より、ビジネス重視からコミュニケーション重視に転換し、メッセンジャー機能を強化し、Mixi や Twitter、Facebook、m マイス a c スといった SNS やブラックベリーメッセンジャーやフリッカー等の画像の共有などの連携機能を強化している。メモリを増強したことにより、レンダリングの速度などが速くなっている。 また、ブラックベリーアップワールドもプリインストールされている。日本で発売される初めてのブラックベリー、カーブシリーズの端末となる。OS や機能名や搭載されているアプリケーションは、ボールド9700とほぼ同じだが、液晶の解像度やカメラの画素をボールドシリーズリモートし、価格を下げ、気軽に購入できるようにしたモデルとなる。形状もブラックベリーボールド9700などと、 同様にストレート型、クワーキ配列キーボード採用の端末であるが、音楽再生用のメディアボタンを端末上部に配置し、より個人でも楽しめる端末となっている。2010年12月1日より発売開始となり、ブラックベリーの SP モードが発売開始日より利用可能となる。ブラックベリーボールド9700の後継機種となる。筐体のデザイン。 見た目はほとんど変わらないが、OS に、ブラックベリー OS6.0 を搭載し、メモリーや CPU、カメラ性能などが向上している。さらにブラウザでは、ウェブキットベースのものを採用し、Web の閲覧などが快適になっている。日本で発売される、ブラックベリーでは、初の SIM ロック解除対応端末となっている。ハスパーオリ 14Mbps 上り5.7 メガ BPS に対応。またクアーティ配列キーボードのほか、ディスプレイもフルタッチパネルを搭載している。OS はブラックベリー OS 7.0となりインターフェースも刷新されている。CPU もスナップドラガン 1.2GHz を搭載スライド式クアーティ配列キーボードを持つ、Android 5.11搭載の SIM フリー端末。 5.4インチ 2560X1440 ピクセルのフルタッチパネルを搭載している。ブラックベリーアプリケーションは RIM より開発キットやマニュアルが公開されており原則自由に開発が可能である。RIM でも2009年4月1日にブラックベリー用のアプリケーションの配布用のサイトブラックベリーアップワールドを開設しブラックベリー用の アプリケーションの配布を始めている。当初はアメリカ、イギリス、カナダ向けとする対応であった。2010年6月より日本でも無料版の提供が開始された。2010年8月にはアップワールドのバージョンが2.00へ上がり、日本でも有料アプリケーションの購入が可能となった。有料アプリケーションの支払い方法はクレジットカードのほか PayPal での利用も可能となっている。2012年2月時点で6万以上のアプリを配布し、1日約100万のダウンロードがある。有料アプリの売上のうち8割は開発者の取り分となる。アプリの種類は、本、株価ツール、ニュース、スポーツ、地図、ビジネスツール、コミュニケーションツール、ゲーム、テーマ等がある。 ブラックベリーアップワールドでダウンロードしたアプリケーションの履歴はマイワールドと言われるダウンロード履歴に保存され一度ダウンロードしたアプリケーションは同じユーザー名でログインすれば端末を変えたり端末を初期化したとしても再度無料でダウンロードしたり PC から取り込むことが可能となる2010年10月よりバージョン2.01版が公開され 有料アプリケーションが日本円で購入可能となっている。2011年2月より日本語版、ブラックベリーやアップワールドの配信が開始された。2011年9月よりバージョン3.0版が公開され、インターフェースを一新し、マイアカウントも導入された。アップワールドの他にもサードパーティーのポータルであるベリーストア、ベリーストアやクラックベリーなどで ダウンロードや PC からの取り込み、利用することが可能である。その他のサイトでも公開されている。NTT ドコモのサイトでも、ドコモスマートフォンアプリサイトといわれるアプリケーションマーケットが立ち上がり、産経新聞アプリ、ナバタイム、マイドコモ、ミークシー、SP モードといった日本語が中心のアプリケーションやテーマ、壁紙などが配信されている。 2009年10月6日からは、有料版のアプリも提供された。その他に、任意のサイトからダウンロードすることができる。最近では、i m o d メール等へ、絵文字の送受信ができる、アドインアプリなども提供されている。ブラックベリーデスクトップソフトウェアとは主にブラックベリー、端末と PC を接続するためのソフトウェアである。ブラックベリー端末に、同梱の CD 化。 ブラックベリーダウンロードサイトからダウンロードすことが可能。Windows Book と接続する際はデスクトップマネージャー。Macintosh との接続の際はデスクトップソフトウェア 4Mac というソフトウェアを利用する。接続には USB ケーブルで接続するのが通常だが、Bluetooth やシリアルを使って同期を取ることも可能。日本語版の最新は ブラックベリーデスクトップソフトウェア V4.6 であったが2009年9月より V5.0 が2010年8月には V6.0 が公開されている。アウトルックとオーガナイザーのメールやアドレス帳、スケジュール、トドとの同期が取れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。